メダカ族。今日はがっつりとメダカの撮影をしたいと思うんですけど、はい、よろしいですか？はい、喜んで。あけぼの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 。ボーノって呼んだりとか。ボーノ、うん、ボーノ、ボーノって呼んだりとか。なんかそれイタリア語みたいですよね、うん、ボーノ、ボーノっていう感じですかね。そう、そんな伸びでもない。いや、ボーノっていうか、ボーノ、ボーノ、ボーノ。雲州と雲州と雲州の3色があるんだけど、雲州とあけぼのを掛け合わせた子供、運明けって言ったりとか。運明け、ああ、運州の運と明けぼの。難しいな、ちょっと頭がこんがらがってきました。こんがら。運州三色。運州三色。三色。運州好きじゃないですね。難しい。いろいろある。いろいろ。好き嫌いだ、うん。ああ。K さんは、K 氏は。運州はあんま好きじゃない。難しい。難しい。難しかったです。やめました。なりますよ、まだ。あります、うん、いいの、いません。今年はちょっと、去年に、不作でした。去年いい親を、うん、あの、ある業者に渡したんで。うん。そしたら、今は全部、すごい、運州産地。いいの出た。出たっす。運州産地の、右の血がしっかりと入ってるんですよ。入ってる入ってる。もう見た時に絶対入ってるって感じだった。骨に沿って光がね、たまにヒレにも出てくる。あ、出てくるんだ。最初雲州見た時にやっぱすぐ分かったもんね。あ、これみゆき入ってるなって。最初多分琥珀透明瓶からのあれを使ってるんじゃないかなと思って、うん、どうしても琥珀系のなんか色が濃いですね。大体雲州さん、雲州さんがみゆきものすごい買ってるから、もともとこれもともと消えたところらしいですよ、みゆき。わかんないですか。なるほどね。え、あけぼのって雲州三色と何を掛け合わせてもらった？あけぼのは雲州三色かかってない。メモってますか？すごいメモってる、うん、すごい勉強してる、うん、で、最終的にメダカやる。なるほど。じゃあ俺のメダカ全部埋まってみて。まだまだ知識が。メダカ屋をねやるんですよ。夢ですかね。あ、そうなの。まあ、夢は大きく持った方がいいかなと。いや、そんなに大きい夢でもないと思う。メダカ屋っていうのは。そうなのかな。そんな大きくないよ、全然。できるよ。で、誰でもできるってわけでもないんで、この知識ゼロの私が。うん。一から。いや、でも完全に一人じゃないでしょ。完全に一人じゃ無理ですよね。どんなか。だかと、また噛んじゃった。カミカミ。いいポーズ撮ってます。遠隔で倒した。遠隔で倒してみよう。
変顔いきましょう。3、2、1、はい。はい、OK。サムネイルこれで OK。